あなたは夫婦を諦めたいですか？諦めたくないですよね。諦めたくない人は今日お伝えするこの10個、今日からやっててください。こんにちは。不倫解決カウンセラーの川村です。今日はですね、天赦日と一粒万倍日と虎の日という、この3つの日がなんかすごいいい日がですね、重なるらしいんですよ。3月の26日、今日ですね。なので、今日はいつもだったらこの私の不倫解決チャンネルっていうものは、不倫をされている奥様、旦那様の、言ったらもう分析だったりということを皆さんにお届けしているわけなんですけども、今日はですね、この2022年級で多分ね、数日、1日とか2日しかないみたいなことを、ね、ネットで書いてあったので、今日からやってほしいことを皆さんにお伝えしようかなと思っています。で、今日のね、タイトルは、夫婦を後悔したくない人はこれをやってっていうことをお伝えしていくんですけども、私いつもね、お伝えしているのが、やっぱりこの 1% の可能性を積み上げていくということが大事だと思うんですね。で、1% の可能性をその無駄にする人っていうのは、やっぱり 1% の可能性に泣いてしまうと私は思っています。で、今日はですね、夫の不倫、奥様の不倫に悩んでる方は、絶対に今日から意識してほしいこと10個ということをお伝えしていきます。で、夫婦問題はですね、最初はやっぱりこうキラキラね、ラブラブチュッチュで結婚すると思うんですけども、やっぱりね、少しずつ、本当に少しずつずれていくんですよ。それが、結婚3年目まではそんなことないんですけども、3年目あたり、だって子供が生まれて、ちょっと忙しくなって、お互いにね、生活が回ってきた時に、少しずつ、少しずつの勘違いから、こう、大きくずれていって、どちらかが不倫をしてしまうっていうことが、多くあってます。もともとね、下半身が軽い人ね、特に何かがあれば、とにかくやってみたいみたいな人っていうのは、またちょっと別に置いといて、今日はですね、ちょっとしたこうズレをね、修正していくための、10個の私が今まで実践してきて、これは良かったなっていうものを皆さんにお届けしていきますので、夫婦を諦めたくない人、奥様と別れたくない人、旦那さんと別れたくない人は、ぜひ試してみてください。今日の大寒開運日からですね。はい、ということで10個お伝えしていきたいと思います。まず一つ目。一つ目は、もうこれ鉄板ですよ。よく皆さん知ってると思うんですが、毎日大笑いするっていうことです。はい。これ私めちゃめちゃ意識というかね、結構私ね、よく笑うんですよ。だからこうやってね、YouTube で喋ってると、一人で喋ってるわけですよね。こうカメラがあって、で、あそこに猫がいて、で、誰もいない家の中で、こうカメラ向かってね、喋ってるわけですよね。で、こんなんで普通笑えないんですよね、多分ね。一日結構1回や2回とかは大笑いします。で、もしその大笑いできる環境にない、例えば奥様が不倫してる、旦那様が不倫してるっていう時は、やっぱりその奥様の頭の中、旦那様の頭の中ばかり考えてしまって、大笑いできなくなる時もあると思うんですね。で、そういう時は私がやってたことっていうのは、もう意識をして、例えば吉本の新喜劇を見るとかね、私新喜劇見てね、すごいね、笑えなかったのが笑えるようになって、やっぱ吉本っていいなと思ったんですね。笑いって人を幸せにしますよね、やっぱりね。私どうかそこいいなと思います。で、それでも新喜劇見ても笑えないときは、例えば YouTube でね、面白いものとかたくさんあるし、TikTok とかでも最近はね、ちょっと面白いものってたくさん出てきますから、なるべく大笑いするためには楽しいことをたくさん見るということが大切です。で、二つ目は、感謝の気持ちを伝えるっていうことですね。でね、これは、例えばね、その30とかだったらまだわかるんだけど、40になったら、こう、人生折り返しじゃないですか。折り返しの時に、自分の命のカウントダウンが始まってるわけですよ。私も含めてね、カウントダウン始まってるのに、自分が感謝してること、感謝できてることっていうことを伝えないまま、もしかしたら、交通事故でね、もう命を落とすかもしれないし、もしかしたら変な時間に事件に巻き込まれるかもしれないわけなんですよね。で、本当は、例えば不倫をしてる奥さんに言いたかった言葉であったりとか、不倫をしてる旦那さんに、これだけは謝っておきたかったこととかあるはずなんですよ。私も、昔はありました。今はもうね、あんまり、もう今日ちょっとね、感謝できることがあったので、ちょっと今日帰ってきたらね、旦那さん帰ってきたら言おうと思うんですけども、その時に自分が、
これは言いたいなっていう思うことを後回しにしないこと、とにかく早くに伝えるということを意識してほしいなと思います。特に感謝の気持ちっていうのは旦那さんに対して、親に対して、あと子供に対して、ペットに対して、あとお家に対して、やっぱり感謝の気持ちを伝えるっていうのは自分が気持ちがいいことなので、これもやっていくといいと思います。次、3つ目は大切な人との時間を増やすっていうことですね。これはね、やっぱりこう旦那さんとか奥さんとかが不倫をしてると、時間がね、やっぱりこの家族の時間とか夫婦の時間っていうのが限られてくると思うんですね。だけどだからこそ、その時間をどうやったら増やせるのかっていうことを意識してほしいんですよ。これを意識しないと、向こうの不倫をしてるやつらの行動にね、なんかこう、うわーって流されてしまうんですね。だから意識して、こちら側が大切な人、旦那さんであったり奥さんであったり、子供たちであったりという人たちとの時間をね、作ることに意識を置かないと流されてしまいますので、今日から意識をして、この2020年というものをね、無駄にしないでおいてほしいなと思います。私は、旦那さんと別居してた時に、たとえ本当に1時間でも、30分でも10分でも何かしらこのコンタクトコミュニケーションを取ろうということをいつも意識していました。なので、例えば今別居して全く会わないとか、 LINE もなかなか見ないとかいう方もいらっしゃると思うんですけども、そういう方でもどうやったらちょっとでも話せるかな、どうやったらメールが返信来るなからなっていうことを意識してください。意識しないと、そっちのいい方向にはなかなか向かわなくなります。はい、次、4つ目は親孝行の時間をたくさん作るということです。もうこれね、うちの母が認知症になって、今ね要介護2なんですけども、もうね片っ端から忘れていくんですよ。でも父もね、2年前かな、もうね本当に1日で亡くなってしまったので、私も死に目に会えなかったわけですけども、親っていうものは本当に永遠にいるものではなく、永遠に親じゃないんですよね。だから親孝行の時間というのも意識をして作ってほしいなと思います。遠く離れてるとなかなかね、こう会いに行くとかできないと思うんですが、なるべくその電話をするとか、メールをするとか、例えば、こう動画でね撮って送ってみるとか、送り合うとかね、いうことも含めて親との時間というものをたくさん作ってみてほしいなと思います。それが結果的に自分の心を癒すことになると思います。で、そういう姿をやっぱり自分たちの子供がね、見てるわけですよ。でね、ママもパパも、ママはこんなことやってたっていうことが、まあそれがね、子供たちが私たちにしてくれるっていうのはちょっとこう、まあ期待するんではわけではないんですけども、それも一つの教育だと思いますので、ぜひとも、どんな親でも、もう本当に子供の時、ひどい親だったにしても、やっぱり、亡くなった時にざまあみろと思わないはずなんですね。なので親孝行の時間をたくさん作るということを意識してください。はい、次5番目は自分磨きをするということです。で、これ自分磨きっていうものはやっぱり顔とかね、まあ、外見的なもの、お顔とか、あと知識ですね、とか、あと体力ですね。私ちょっと体力ね、最近ちょっと腰が痛くなっちゃって、えらいことなってるんですけども、まあでもちょっと整骨院通いでね、もう数万かかってるんですが、でもその自分磨きをするっていうことっていうのは、これ一番おろそかに しがちなのが自分磨きなんですよ。おろそかにしがち。で、なんか例えばというか、私たち女性はね、女性に関して言えば、私たち女性っていうのは、どうしても自分よりも旦那さん、自分よりも子供たち、自分よりも誰かみたいに自分を後回しにしちゃうと思うんですね。私も実際そうでした。だけど自分のことを磨かないと、自分を大切にしないと、誰も自分のことを大切にしてくれないわけですよ。誰もってわけでもないと思うんだけど、だってね、自分のこと大切してないのに人から大切にされるわけないと思いませんか？私は思います。でもまあ自分がね、自分のことを大切にしすぎるっていうのもちょっとそのね、加減がありますけども、とにかく自分磨きをするっていうことをやってみてください。今日からやってみてください。特に、不倫をしてる旦那さんを持ってる奥様っていうものは、旦那さんからね見て、私、誇れる私じゃないと旦那さんにね、やっぱり家庭に帰ってきてっていうことを言えないわけですよね。だから自信がないから、なので自分磨きというものをやっていってください。はい、次、6番目は今まで諦めたことに取り組んでみる。はい、今日を境にやってみてください。
これね、今まで諦めてきた人生っていうものは、やっぱりこう人生消去法になってきてしまうと思うんですね。まあ、働き出してこういうことやりたい、ああいうことやりたいっていつも思ってた、20代30代40代思ってたけども、でもなんか現実問題、なんか現実その時その時で問題があるわけなんですよね。ありますよね。20代だったら30代だったらこんなことしよう、40代だったらこんなことしようと思うけども、その年代なりにいろんな問題があるわけなんですね。だから昔、例えば子供の頃こうしたかった、例えば株に投資したかったとかね、例えば外国に行きたかったとか、そういうこともいろいろあると思うんですけども、そういう諦めたことを全部書き出してみましょう。書き出してみましょう。書き出して、それを、チェックリスト作ってください。こうボックス作ってね。で、今年中にやれることやれないことっていうものを分けていきましょう。3つに分ける。で、これは3年後にやること、これは5年後までに絶対叶うことっていうことを書き出していく。そしてそれを一つ一つ、実践していってください。すると不思議なんですけども、自己肯定感、自分のことっていうのをすっごい大事にするようになって、自分のことが大好きになっていきますからね。まずここをやってみてください。これはね、例えば 今お仕事をされている旦那さんたちっていうのは、多分お仕事の時間がね多すぎて、なかなか自分のその諦めてきたことってたくさんあると思うんですね。だけどもちっちゃなことでもいいんですよ。私の友人なんか未だにね、なんかこうガンダム、ガンプラねをたくさんこうやったりとかして、すごく楽しく生きています。ガンプラとかいうのはやっぱ安くてねできる趣味じゃないですか。それを奥さんがなんかとやかくね、なんかバカにするとか言うんであれば、まあそれはね、それでその奥さんの人間の器なんで、自分が大切にしているものは自分の満足、自己満でいいので、諦めてたことをねどんどんやってみるといいかなと思います。はい、次7番目は、きちんと話し合いをするということです。これも同じです。はい、これ私ね、なんでこれを言う、こうお伝えしたいなと思ったのかっていうと、私のおばがですね、もう何年前かな、20何年前だと思うんですけど、おばがの旦那さんが急死したんですね。で、急死した時にそのおばがね、棺に覆いかぶさってうわーって泣いてたんですよ。で、そのうわーって泣いてたのを、言葉を聞いてたら、私も本当になんで泣いてるやろこの人って、なんかいつも文句言ってたやんと思ってたんですけど、わーって泣いてた言葉を聞いてたら、どうもそのおじがね亡くなる前にものすごい大喧嘩をして、で数日口を聞かなかったらしいんですね。で、それをすごい後悔をして、感謝することとか、自分が今までこういうふうに思ってたとかいうことが言えなかったっていうことで泣いてあったみたいなんですね。やっぱりその自分のね思いとか、話を伝える、思いを伝える、こういうことをふうに思ってるんだよということをね、ちゃんと伝えてほしいなと思います。ただこの話し合いっていうのは、不倫解決とかね、不倫問題の対する話し合いというのはちょっとハードルが上がりますので、不倫問題でね話し合いをしたいっていう方は、概要欄にね私の LINE 公式に登録してくださると、会話術講座、夫婦問題を早期解決したい人のための会話術講座という、動画がありますので、まあ本編はねちょっとお金かかりますけども、無料の分もありますので、そちらを登録してちょっと学んでみてください。会話っていうものは人の意識、人の心を変えていくものだから、すっごい大事だから、話し合いも大事だっていうことは覚えておいてくださいね。はい、次8番目は、女性はお料理を、男性は筋トレをするということですね。やっぱり私たち女性ってなんやかんや言うても、やっぱり人に与えるっていうことに対して喜びを感じると思うんですね。私もね忙しい、まあ毎日もうほとんどこの机に座ってるんですが、やっぱりこうご飯を作ってる時って、ああこうやったら喜ぶかなとか、ああやったら喜ぶかなということを考えながら作ってます。だから旦那さんが、昨日こういうものを食べたから今日はこんなものがいいかなとか、やっぱり食べてくれる人たちの顔を思い浮かべてお料理を作るところがあると思うんですね。で、お料理っていうものはやっぱりこううまくできて美味しくできたらやっぱり嬉しいじゃないですか。だから自分が嬉しくなる、なんか、私ってやっぱ天才やなとか思うわけですよ。私もね、クックパッド見ながら作ってるくせに癖にですよ、私って料理天才やなとか思うわけですよ。
ということは自己肯定感が上がることにつながっていきますから、女性はお料理、まあもうこれはもちろんお掃除でもいいです。お掃除でもやってみるといいかなと思います。で、男性はですね、筋トレをぜひやってください。で、男性ってやっぱり女性がね、男って感じるものっていうのはやっぱりあの筋肉が、私筋肉が好きなんで筋肉だと思うんですよ。うん、あの胸板であったりとか、この腕の筋肉の筋であったりとかね、ああいうの見るとなんかブルブルちょっとごめんなさい、言えないですね、興奮しますね。そういうふうに思っちゃいますので、男性はやっぱり自分の体がねブヨブヨだったりするとやっぱ自己肯定感も下がってくるかなと思います。あの私ね、前あのパーソナルトレーニングに行ってたんですけど、そのパーソナルトレーニングの、そのトレーナーさんがですね、筋肉をつけると、で体を鍛えると仕事もすごく良くなるっていうことをずっと力説してました。だから男性は本当に筋肉、体の筋肉をつける、外見がね、筋肉をつけると外見も変わってきますから、そうすると自己肯定感も上がって、仕事のね、効率もアップするし、やっぱり業績も伸びていくのかなって、その方のトレーナーさんの言葉を聞いて思いました。だから男性は筋トレをするっていうことをやってみてください。はい、次9つ目、9番目は子どもたちの可能性を全力で広げてあげるっていうことです。これ子どもさんがいらっしゃる方限定になると思うんですが、子どもたちにしてあげたかったものをしてあげられない時ってやっぱり親としての自己肯定感で下がっていくと思うんですね。諦めなさいとか、これはダメよとかね、まあ、やっぱお金のね、その金銭的な問題もあると思うんですけども、親がねできる範囲でやってあげれることを、子供の可能性をね、広げてあげてほしいなと思います。これは私の母が認知になったんですけども、あの私はね、あの育ちがねあまりこう裕福な方じゃなかったんですが、母がいつもね認知になってもそのことを言ってるんですよね。で、認知症ってずっとその昔の記憶は残ってるって言われるじゃないですか。新しい記憶は消えていくけど昔の記憶は残っていくって言って言われてるんですね。で、母が未だに言うんですよね、あんたにもうちょっとお金があったらこういうことしてあげれたのになとか、いうことも私は本当に聞きながら、いいよお母さん、いいのいいの、私は自分でできたから、自分でできるようになったのはやっぱりそのお母さんのおかげだからね、みたいなことを言ってます。うん、なので、まあ、あの子どもたちの可能性を全力で広げてあげると、やっぱり自分自身の、自己肯定感、親としての自己肯定感ね、というのが上がっていくかなと思います。次10番目はもうこれは絶対です。毎日毎日自分に感謝をして生きるということです。今日ちょっとすごいいい動画になってると思うんですけど、まあ、自画自賛ですけどね、あの自分に感謝できない人は他人にも感謝できません。これ本当に鉄板です。自分のことを認められない人は他人も認めることができません。だからまずは自分の心を満たす、自分に感謝をする、自分をねぎらう、自分を褒めるっていうことを意識して今日からねやっていってほしいなと思います。この10個というのが私が今まで意識してたことで、今も意識していることです。だから今までね、私がね本当あのもう劇場のもうこんな波のある人生過ごしてきたんだけども、あのこれをね意識しながら、その時に落ちた時に意識しながらいつも這い上がってこれましたはい、なんで皆さんもこの10個を意識して、まあこれ以上まだあるんですけども、とりあえず私はこの10個というのを特に意識していることなので、皆さんも今日から、今日のこのねトリプル大開運日から、意識して2022年というものをね、素晴らしいこの右肩上がりの劇的に変わる2022年にしてほしいなと思います。はい、ということでこの動画では、不倫をされている奥様旦那様向けに、どうやったら夫婦円満、家族円満になれるかということを中心にお伝えしております。もしよかったらチャンネル登録、あとコメントの方よろしくお願いいたします。それではまた。